はい、ということで皆さんお待たせいたしました。みんな大好きなこのコーナー、コンビニで何買ってはい、ということで、はい、安定のファミマで買ったものを紹介するコーナーでございます。はい、それでは早速いきたいと思います。いい、これってどういう感じで1個ずつ出してたんだっけ。なんかいろんなパターンがあるな。あ、一人行ったこともあるし、あの玉入れ方式みたいなのでもいいよ。今回玉入れ方式でいきましょう。うん、じゃあむちゃんから。まず一つ目、はい、じゃじゃーん、ファミチキ。ファミチキ、これは普通にシンプルなファミチキです。あ、今から食べるやつです。はい、はい、じゃあ対抗して、対抗いきます。じゃーん、これはファミコロです。あの、それから晩ご飯用に、うん、もうすでにあのお昼とかに、うん、あのカップヌードルのカレー買ったんですよ。ああ、それからそれにコロッケ乗せて食べる、ね、うん、のが好きなので、いいな、それ用です。買いました。いい、はい、ぜひね、カロリーお化けなので皆さんもまた買ってみてください。うん、はい、次次、鼻水が出そう。じゃーん、おお、フルーツミックス好きだね。好き、ミックスジュース好き。そう、これ今日のジュース。うん、お茶はあんねん、別で。あ、なるほどね。買っておいたやつが、はい、だからジュース買いました。お、今日の気分はこれ。えこういうミックスジュースって何が美味しいの。なんかさくらな、うん、そのこうやって牛乳混ざってるってこと。うん、それがな、苦手やねんな。うん、あ、確かに。いちごミルクとかも苦手やし、飲んでるイメージないです。どういう味。うん、フルーツが混ざり合ってまろやかって感じです。美味しいよです。はい、じゃあ私、はい、じゃあそれに対抗して、対抗した、じゃーん、マッチ。おー、ジュース。もう何度目かこの、うん、これで出てくるのが、もう何度目かという。最近の私は、うん、マッチか、うん、あの CC レモン、うん、が大体2択で、うん、とあとたまにあったら三ツ矢サイダーのオレンジのやつ、オレンジみかん、あのなんか特濃みたいなやつ、ね、そう、それも最近よく飲みます。やっぱね、ビタミン系の味が好きやね、多分、うんうんうん、見てわかる通り。そうね、はい、今日はなかったね、そのオレンジのやつが。だから待ちです。はい、はい、それでは、はい、次。パン、スナックスティック。これは明日の朝食べるやつ。お、結構こんな食べへんと思うねんけど、多分これ2日に渡って食べると思うんですけど、何もついてないチョコチップとか。そう、これをな、あのトースターでな、ちょっとだけ温めて、ちょっとこうさ、カリッと、そう、焦げた、ね、それが美味しいので、それをしたいと思います。はい、ではそれに対抗して、嘘です、最高ではない、これは。じゃーん、タルポテト。これは、うん、食べたことないんやけど、うん、もうどう見ても新商品で、でな、うん、書いてることが良かってん、うん、甘じょっぱい甘うま塩、甘うま塩味って書いてある。それ甘じょっぱいが好きで、うん、でこういうでもギザギザ系のポテトチップスあんま好きじゃなくて、うん、その理由が硬いからやね、うん、それ硬いのも好きじゃなくて。そうだ、ね、口の中痛いし、ね、顎も疲れるじゃないですか、ね、でもこれはな、うん、弾むような軽やか軽やか食感って書いてて、うん、マジ、うん、と思って、硬くないかも、そうそう、硬くないかもって思って、うん、サックサクカットって書いて、うん、そう、でも甘じょっぱいが好きやから、うんうん、それはいいなって思って買いました。春ポテト、夏ポテト、あらポテト、冬ポテトなんや、季節のポテトな。ここにそういう商品開発らしいです。面白い。そう、でもあの私たちは、うん、何でしたっけ、何ですか、あのほら、あ、3時以降おやつ食べたらダメやから、うん、明日の3時までに食べようと思います。明日朝起きてから3時までの間に、うんうん、その願いを込めて、うん、買いました。食べれますように。はい、ありがとうございます。みんなも気になったら食べてみてください。次、
チョコラ BB スパークリング、スパークリング、これ大好き、一番好きやわ。いろいろあるあの中で、グレープフルーツ&ピーチ、はい、グレープフルーツが好きだからね。あ、そうなんや。そう、しかもこれあのピンクグレープフルーツって感じやん、うん、もう色が、うん、だから好き。スカのお母さんと一緒やな。あ、そうなの、うん、じゃあお母さんです、お世話になりますじゃあそれに対抗して最後、桜、あ、最後じゃーん、アロエヨーグルト。最近ヨーグルトめっちゃ食べてんねん。はい、毎日アロエ飲むし、うん、ヨーグルトも食べて、しかも飲むヨーグルトも飲むやん。すごいヨーグルト、マジでやばいね。めっちゃヨーグルト飲むんやけど、うん、食べるんやけど、うん、今回はでアロエが好きやなって思って、うんうんうん、アロエヨーグルト、もうおやつ代わりにしたりとか、うん、朝ごはんにしたりとか、うん、もういろいろやし、しかも食べても食べてもなんか体に良さそうやから、うん、あんまり罪悪感を感じない。確かにね、いいですよね。いいですね、はい、中身がつきにくい蓋を使用していますよって、お手並み拝見ですね。大事大事大事、はい、以上です。おー、正直まだまだある。お、今日の晩ご飯紹介するの。 OK、 じゃーん、トマトクリームラザニア。おお、ラザニアってなんか好きで。ラザニアって何だっけ。なんかあのパスタがさ平らになったやつみたいなへやつがこの底に入ってるんですわ。これのこれが好きで。パイっぽいってこと。いや、パスタマジパスタ、ね、そうなんや。もちもち、あ、もちもち、平らパスタが入ってるって感じ。美味しい、食べたことないかも。ラザニア、マジ美味しいんですよこれ。へ、新商品、うん、美味しいんですよこれって。これ自体は食べたことない。そうやんなラザニアが美味しいんですよって話です。あ、なるほどね、食べてみて、はい、また感想をコメントしてください、はい、コメントはい、山崎がで、最後これはウィダー、ウィダーとウィダーです。はい、この意味が分かりますか。分かる人には分かると思います2個同じ商品を買うとみたいなやつね。おぉ、じゃーん、フリーレンのファイルがあったから、そこにあったから買っちゃった。おぉ、買っちゃったんですわ。これがフリーレンですか。これはフェルンです。これがフリーレンですか。違います、これシュタルクです。フリーレンここに、ちっさいろんなパターンがあったんやけど、うん、なんかこのいろいろね、ここが違うくてこれにした。あ、選んでこれにしたん。そう、なるほどね。そうなの、こういうの釣られて買うよな。買う、わかる。しかもファイルは使うし。え、使う、使う。え、いつ。なんかあのデッキシート入れたりする。それしかねえ。てかファイル死ぬほど持ってるやろでもなんかファイル欲しいなって時あるやん。まあな、ペッて取ってパッて入れてカバンにポイって入れる。そう、しかも前ファミマのなんかお菓子にこう買ったら、うん、ちいかわのファイルもらえるっていうので買った時ありました ね、 ね、買ってまいりますね。ついつい釣られてしまいます。はい、はい、以上ということで、本日のコンビニファミマはこんな感じでした。いや、ほんまはね、もっと別のコンビニとかも紹介したらいいんやけどなくて、うん、ファミマなんよ、行きやすいのがね。そうだから、もう今後もファミマをね、うん、多めで紹介していきたいと思います、はい、あと最近ちょっと配信とかで美容部まだなんていうコメントも来てます。結構もうねそう受注が来てるんで、また美容部もやりたいと思います。ちょっと1個さくらめっちゃ紹介したい商品1個あんで、そう、もうめっちゃいいやつあるから、またお願いします、はい、またぜひ紹介させてください、部長として、うん、お願いします、はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。